ドラゴンズ残り23試合の戦いは、立浪監督、腹のくくり方にファンは注目。とは一体どのようなことなのだろうか。日本列島に上陸した台風10号の影響で、夏休み最後のバンテリンドーム3連戦が中止になった。中日ドラゴンズにとっては、ペナントレースも残り23試合、球団史上初の2年連続再開という屈辱から、3年目での逆襲を狙った立浪和義監督だが、自力での A クラスは途絶え、4位の座すら厳しくなっている。これからの戦いは、優の下にとっても極めて重要だ。ファンとして残りゲームで見たいもの、それは夢、明日のドラゴンズの姿を見せてもらう戦いである。人気のある監督やコーチ、もっと言えば球団フロントと違って、ファンは期間限定ではない。優等の応援に期限はない。一生ものでもある。戦いの中で常に夢のある未来をファンに見せることは、プロ野球の球団の義務でもある。自分は3年で終わるかもしれないけれど、その後のドラゴンズを考えて戦う。これも立浪監督1年目の言葉である。手元にはドラチケで購入したバンテリンドームのチケットがまだ4試合分ある。苦しい戦いであることは承知だが、そこに指す光に出会うために、残り少ない今シーズンも球場へ通い続ける。もともと球団の立浪監督は3年契約と言っていた。今年で契約終了ということであれば、ドラフト会議や来年の編成の都合上、8月中には立浪さんには来季の契約はしないことを伝え、新しい監督やコーチと仮契約を交わさないと間に合わない。もう球団との話はついていると思う。2年連続で再開、3年目も借金13くらいで再開争いで、来季も続投というのはさすがにありえない。9月中旬くらいに発表すると思う。立浪監督は人を使うのが下手だし、古い野球を信じているように思います。もっと科学的な野球、データに基づく野球など違ったやり方があったように思います。個人的には今季も早い段階で休養していただき、来季を見据えた監督代行に指揮を取ってほしかったと思います。来季の監督としては、ドラゴンズをよく知っている井上2軍監督に昇格してほしいと思います。新しい監督の場合、来季1年間も準備段階として無駄になる可能性があると思います。高卒即スタメンで2480本安打、 NPB 二塁打数最多記録、さらに満塁時の打率が3割4分超え、現役晩年は代打専門になっても結果を残す。現役時代は超エリートの天才すぎて、実績が何か、それ以下のプロ野球選手の気持ちに寄り添うことができていない気がします。実社会でも東大を出てて頭はいいけど、組織を引っ張るのが凡人から見ても上手じゃない人っているけど、そういうのを思い出します。3年目のこの時期になっても打線を固定せず、どんな野球をやりたいのか選手にもファンにも伝わらなかった。調子の良い選手を相性からスタメン外したり、いきなりクリーンナップで起用したり、結局調子を崩す原因を監督自ら作り出す変わった戦術を多用したよね。今になって細川選手はもちろん、2022年組ドラフトの選手や石川選手など若い選手が頑張って結果を残しているのはすごく嬉しいことだと思います。ただ立浪監督3年目の終盤にもなって、やっとスタメンが固まりだしたということは、今までやってきたことが全然活かされてないように感じます。これが1年目とかだったらまだこれからなんだって納得できると思います。監督がどうなるのかは分かりませんが、ドラゴンズはこれからも続いていきますから、残りの試合も全力でお願いします。中田さんが怪我から復帰してすぐにスタメンで起用した瞬間に、ドラゴンズファンの怒りが頂点に達するでしょう。立浪さんが次期監督のため来年のドラゴンズを考えているのであれば、中田さんのスタメンはありえないと思います。ましてや中島様まで一軍復帰させたら、今更過去の実績がある選手を使ってもBクラスは確定しているので、残り試合は経験の浅い選手に立浪さんが変なアドバイスなしで経験を積まして次期監督にバトンタッチをしていただきたいと思います。この順位なんだから来年を見越した戦い方、選手の起用をしてほしい。貴重な試合なんだから今年あまり出番のなかった選手、特に若手選手を起用してほしい。もちろんみんな年俸に関わってくるから試合に出たいのでしょうが、タイトルは別に良いのでは。無理せず来年につなげてほしいな。個人的には岡林選手はとことん打率を上げて来年につなげてほしい。頑張れ。ファン目線ではあるけれど、選手のモチベーションが心配。この監督の下ではもうやりたくない、他球団に出たいと思っている選手がおそらく何人もいる。そんな中でもう1年続投とか言われても、選手がしらけているような試合を見たいとは思わない。もちろん首脳陣の人事に配下選手の口を挟めるものでもないが、どこかの県知事の職員のように首をすくめてただひたすらに我慢の試合を見たいとは思わない。やはり首脳陣、選手が一丸となって強いチームを作り、
全員野球で優勝を目指す。そんなドラゴンズでいてほしいと願う。中日だって高橋宏斗や岡林を筆頭に田中、村松、細川、石川、松山と期待の若手はそれなりにいる。良くも悪くもあの二遊間南角ドラフトで獲得した村松と田中で二遊間が組めてるし、高橋宏斗と細川、石川というエースと4番を担う選手もいる。ただ中日ファンではない自分が見ても明らかに起用法にがつくことが立浪は多い。後任の監督はせっかくいる有望株の選手を一人前にして上位争いができるチームにしてくれる人がいいと思う。与田監督は2年目に A クラス、3年目は終盤まで4位だったが最後に力尽き5位で終わった。そんな与田監督に対しドラゴンズは5位で終わるチームではないという言葉を残し、監督に就任した立浪監督自身が監督になると再開。ここまで5位と与田監督の実績を大きく下回る結果となった。なんとかするはずの打線は他球団に移籍した郡司、アリエル、阿部の方が実績を残すなど選手起用采配には疑問点が多い。最後くらい潔くファン選手たちに謝罪してやめてほしい。まだバンテリンドームチケットは2試合分あります。今年は昨年の2倍以上の13試合を観戦です。これほど観戦した年はドラゴンズファンになって50年初めてです。ファンクラブの仕組みがうまく回ってきて、ここ数年は年々観戦が増えてきました。来年は20試合くらい行くのではないかと思ってます。今年の勝率は今のところ5勝5敗1分、チームの勝利よりは良いです。ただ立浪監督の選手起用には過去の監督と比べてもダントツに疑問があります。試合中の采配はそこまではありませんが、ビシエドを2軍に塩漬けしたり、大島をなかなか使わなかったり、田中美希也をスタメンで使い続けなかったり、打線をコロコロ変えたりと疑問ばかりです。残り試合はビシエドを使い、大島も良いところで出し、若手を固定して使うような正式用をしてほしい。来年は新監督だろうが残りの試合をすっきりと楽しませてほしい。2020年の与田監督は目先の勝利を目指したといっても、レギュラー固めのために4年目の京田や5年目の阿部を使い続けたし、きちんと3位という結果を残した。立浪監督は若返りといって阿部を放出して阿部より年上の中田を獲得と言動不一致の上、目先の勝利を取りに行っておきながら結果は出ていない。若手が育っているというけど OPS や打点、得点圏打率といった勝利に関わる部分で阿部や京田の今季成績に追いついてない小粒な選手ばかり。4月開幕当初は優勝を期待した。やっと立浪野球が開花かと、あの甲子園の雨の中の試合で負けて以来調子がおかしくなり、ずるずると負けて今に至る。残り試合は来シーズンにつながるゲームを、今は若きエース高橋投手の記録のみが楽しみだ。案外5年契約でしたってことで続投もあり得る。中日球団的に言ってしまえば客足は本当に良い。チケットが売れているにもかかわらず、行ってはいけないがチームが低迷しているので後の年俸等であまり上げなくてもいいという考えが絶対あると思う落合監督が優勝してクビになるのも頷ける。球団の上が変わっても考え方が変わっていないのかわからないが、本当に優勝してほしいのかと球団の上の方が思っているのか疑問に思ってしまう時点でやばい。そうではないことを祈りつつ残りの試合に足を運ぼう。この7日間報告の時はオーナーと立浪さん笑顔でした。きっと来シーズンの続投は約束されたと思います。来年はライデルもいない可能性は高いし、中田翔派期待が薄い。下手すれば小笠原も海外行っちゃうかも。残りの試合でやれることは筆記起用はやめて、来シーズンに向けた若手を実戦投入するのが良いと思います。残りの試合も目先の勝利のための戦い方をすると思いますよ。監督3年目でも今回の台風みたいに迷走するとは思いませんでした。今シーズンの開幕から4月中までは本当に良かった。一瞬でも夢を見させてもらいました。立浪監督はミスタードラゴンと呼ばれた人です。当然球団としてはそれなりの地位で終わらせなければならない。このままでは立浪監督のセカンドキャリア、サードキャリアに傷がつきます。いくら地元メディアが立浪筆記で解説者として迎えても現状では言葉に説得力がない。チームもここに来てようやくスターティングメンバーが固まってきた感があります。若手が多くこれからが楽しみな選手たちです。おそらくもう少し監督をやらせてある程度結果が出てから優待ではないでしょうが、結果が出るかは分かりませんが、今年で終了だろうから何を残すかだね。オールスターまでの首位までのゲーム差的には頑張って敗退の私かだと思うけど、持たなかったね。来年の監督が誰かは分からんけど、元気の良い選手が1人でも2人でも増えるといいね。ドラゴンズファンの皆さん、批判することはもちろん自由です。でも立浪監督就任前のボロボロのドラゴンズを立て直してきているのは現監督ですよ。確かに今年の低迷の原因は打順が固まらなかったこともあると思うし、先発陣の離脱が大きかったと思う。今の覚醒しつつあるスタメンは全員
田津波監督の金ではないか。中田がもう少し頑張って、先発がもう少し頑張ってくれたら優勝争いしてます。5年計画でドラゴンズを優勝に導いてください。田津波監督応援しています。高木、谷繁、森、与田、田津波で約10年鉄風飛行、星野、落ち合いで優勝や黄金期。星野は活発な血の入れ替えプラス出血覚悟のトレード。落ち合いは育て上げまくりプラス外国人で成功。ビシエド、ルナのような高打率タイプの野手より本塁打40本タイプの外国人野手が伝統的に中日には出るのかもね。おそらく30本塁打出る外国人野手2名獲得だけで急浮上しそうなチーム。2名は今の時代不可能に近いので、1人だけでもブランクみたいなのを、それだけで A クラス行く気がする。控え室チャンネルで監督就任前の立浪氏本人が監督に指名されたらの前提で2年や3年では結果は出ないと言っていたのを見て、5年契約かなと思ったものです。球団もこれ以上ないネームバリューが前面に出て、ただスポンサー集めがはかどったことでしょう。でもここに球団の体質の古さを感じてしまいます。監督は責任者であるだけで、主役はあくまでも選手たち。監督人選を実績よりも表面から選んでいたらいつまでも強くなれないと思います。一旦退いて第二次立浪政権として何年後かにチャレンジしても遅くはないと思います。シャークも新しくなったことだし、球団も基本志向、この3年の成績を鑑み改めてほしいものです。立浪だから客が入るは嘘、関係ないよ笑い。調べたらわかるけど、コロナ前とコロナ後だと若い層のファンが増えてる。それは現場が SNS を使って若い人にも訴求したからで、今の30歳以下のファンの多くは立浪の選手時代を知らないし、何なら人気の若手を使わないダメな監督って認識だよ。監督が誰々だから試合館に行くなんて、オールドファンだけ。立浪だろうが井上だろうが関係ない。関係ないけど強い方が盛り上がるのは当然なので、強くできなかった立浪に責任はある。立浪5年契約説あるけど、それはチームを強くしてくれること前提で 6.5 のチームを率いた指揮官には仮に契約が残っていても潔くやめていただきたい。立浪の目は節穴だと思う。去年の秋のも自ら視察して取ってきたにもかかわらず、大外れだった今年の中田も真っ先に手を挙げて獲得したが期待外れ。巨人はシーズン半ばで加入したヘルナンデスが大活躍し、低迷していた巨人が優勝争いをしている。しかもヘルナンデスが怪我して離脱したと思ったら、次に獲得したモンテスも当たり外人だった。どうして中日は巨人のような補強ができないのか。何か立浪監督の続投の気がしてならない。3年間にわたってこんな成績なのに続投は案として許しがたいことである。シーズン終盤に何の楽しみもないことは勘弁してほしい。新たな気分で野球観戦できるのはもう立浪監督の退任しかない。一刻も早い退任の決断を願っています。負け壁のついた続勝土部ゴンズを解体した初年度、新戦力を模索し続けた2年目、花開くかと期待したものの、相次ぐ主力の怪我や不調でじくじたる思いの今年度。立浪もこのまま道半ばで退くのは無念だろう。ライデルと新之助が残ってくれるのであれば、あと1年だけにスタードラゴンズに下駄を預けてみてはどうか。立浪チルドレンも徐々に経験値を高めているし、ベテラン勢も戻ってくる。来季の開幕はもちろん広島、一気に優勝する可能性のあるメンバーを立浪は作り上げつつある。与田時代の20年は CS 中止で、他球団が若手起用と来季への種まきに推進する中、中日だけが勝ちを追いかけた。意味のない3位は世代交代を遅らせ、ドラフト直前には2位になってしまい、指名順位で不利になるぐの骨頂をやらかした。それもこれも13年からの8年連続 B クラスという枕言葉を何としても避けろというフロントからの命令があったのだと思う。20年の形だけの3位がなければ12年連続 B クラスの継続中という恥さらしになっているからな。就任時の期待は日に日に裏切られ、ビシエドら生え抜きや高額年俸選手を塩漬けに、やってることは古臭い根性野球。監督自身が時代についていけないため若い選手とすれ違いも多い。今季の補強も他球団で戦力外や居場所のない選手中心。若返りと言いながら40前後のベテランを詰める。本当に監督に向いていない人だと思う。残り試合も良くて8勝15敗でしょう。オールスター前に辞任しておけばよかったのにね。打順をコロコロ変えたり、日替わりで二遊間を組ませるのはやめた方がいい。村松、田中で決めたならじっくり育てるべき。今季はもういいので来季は江畑監督の下で勝てるチーム作りを頼む。立浪監督が就任する前は何かを変えてくれるって非常に楽しみにしてました。結果、2年連続再開、3年連続かもです。でも、ミスタードラゴンズで中日に貢献した経緯は事実です。これ以上、自分の経歴に泥を塗らずに、
静かに去っていただきたいです。立浪プランの失敗は早いうちから分かったわけだし、とりあえず認めるところは認めて、ある程度のところで大島をスタメンに戻してほしかったな。正直大島が本当に衰えたのかどうかは本気の使われ方じゃわからない。このままなら大減点は免れないだろうし、本人もファンも納得できないぞ。5位だと最下位から一つ順位が上がったということで、続投の可能性があるような気がするから、立浪にやめていただくには最下位の方がいいのかなと思ってしまう。残りの試合を全力で応援したいから、優勝できなかったら、やめるとはっきり宣言してほしい。腹をくくるのは辞任だけでいいです。何度でも言いますが、采配があまりにもお粗末すぎるし、オーダーも偏りすぎ、そしてお気に入りの筆記もひどい。本人はそんなことないような言い方してたが、そう思われても仕方がないレベル。このまま続投という無効が起きてしまったら、才能ある一部の若手の目が詰まれそうだし、チームとしてもよりまずいことになるので、本当に交代を切に願います。既存選手だけで10分戦える。打撃陣は若い世代、投手陣も良い。2つの意向が及ばない球団案件だと思われる中田中島含む大物目玉補強が中日の歯車をおかしくしている。意を使っているから使わないといけないんだろう。負けてもいいので、来シーズンのため残り試合のキャッチャーは石橋を使ってほしい。木下はチームに残るならファーストか外吉の練習を去年からそうしてほしいと思っていたが、山浅と味谷にももっと経験を積ませてほしい。監督が変わっても投手力のチームであることは変わりない。陽のキャッチャーを固定する必要がある。木下はキャッチャーとしてはもう無理。過去の監督には基本2年や3年という契約の中で勝たないといけないプレッシャーがあり、思い切っては下位選手を使っていくことができていなかった。そんな姿を見ていて、自分がそれをやらないといけないと思っていた。消化試合の今、じゃあなぜ中田を一軍に呼ぼうとしてる？立浪くんは自分で言ったこと忘れちゃったのかな？普通に契約延長でしょ。そうでなければ今季も各ポジションで選手を競わせるわけないでしょ。間違いなく強くなってきてるのに今辞めさせてどうすんだ。観客動員も良好だし、辞めさせる理由なんかないじゃん。さんたちは立浪監督の首を取りたくてたまらないみたいですけど、野球場や映画館は満員で、銀座通りもいつもと変わりがない。バンテリンドームは今夜も満員ですよ。特に立浪アンチというわけでもなく、かといって続投を望んでいるわけでもない立場であるということを前置きして、今年5位で終わったら3年連続最下位じゃなかった、よくやったという論調になって続投する可能性が高いんだよね。今のヤクルトの低たらくを考えると5位の可能性は十分高い。もし続投するんなら、打順や守備をコロコロ変えることをやめて、腹くくって同じオーダーでしばらく続けてほしいんだよね。今までの立浪采配は一貫性がなさすぎてイライラすることが多かったけど、腰据えてどっしり構えた野球ができたらもう少し期待できるんだが、腹をくくるも何も解任以外ありえないでしょう。いや、続投はあってはいけない。就任会見とか就任前から言っていたことが全部嘘なんだから、打線は必ず何とかする。好き嫌いで起用しない。一度起用したら10試合は出し続ける。指導はコーチに任せる。とにかく全部嘘なんだよ。そんな人間が監督であってはいけない。結局立浪自身が全く変わらなかった。やりたい野球は不明。また日雇い打順にポジション選手たちも自分の役割が不明確なまま、自分のために頑張っていた監督が何を目指しているのか、そのために各選手の役割を明確にしないで、試合後は他人事のようなコメント。球団もチーム作りができていないのに休養の話もなく、よくやってるだとか、本気で優勝を目指すチーム作りしないなら身売りしてほしい。優勝を目指さないチームで野球やるなんて選手がかわいそう。正直順位は5位でも6位でもいいです。ただ細川は最多安打のタイトルを狙います。ぜひ残り試合すべて1番バッターで起用してあげてください。選手もコーチも立浪監督に振り回されっぱなしの3年間でした。もう今更どうでもいい。3年連続再開でいいと思います。来年の新しい監督に期待します。何とかネオ選手を育ててもらいたいです。井端でお願いします。もし開幕の貯金がなく、もし高橋宏斗が昨年並みだったらダントツの再開。去年よりも再開は劣化してます。反対に選手は育ってます。早く辞任して次の監督にバトンタッチしてくれないと、ファンとしては来年に向けて光が見えない。もう誰の監督でもいいから、見ていて楽しい野球をやってほしい。球場に行ってもテレビを見ていても、選手が誰かに睨まれているかのように、萎縮しているかのように見える試合はもうたくさんです。